いつ今日は花札やっていこうかなと思います。宮地さん、対戦よろしくお願いします。デュエル、さあ久々の花札ですね。うい、先行取っていく。先行取りたい。うわ、取れんかったか。まあ、今回の作戦はですね、まあ、前回と同様なんですけど、青タンとか赤タンをできるだけ揃えていきたいなと思います。お、早速配札取られていく。しかし私もしっかりと月を回収しましょう。しかしまあ相手が取っちゃったんで、まあ取ってもまあまあまあ参考を狙っていければ行きたいところ。そうだな、まあターンあんまり持ってないからな。ここはちょっとワンチャンイノシカチを狙っていきましょう。オッケー、まあこの辺は回収しましょう。っていうかもうこれしか回収できんからな。霧が出てきてほしいんだけどな。ちょうど持っとるし。はいはい、全然硬直状態ですね。そうだな、イノシカチをワンチャン狙うとするならばバラ出せないな。これかな。あ、まあこれだな。梅の花、梅かなこれ。おー、出していく。あ、切り取られちまったな。カスで上がるか。あ、こいこいする？いいよ。だがしかし、ここでもう霧が全部出てしまったということは、うん、霧で回収していくしかないわ。自己解決をしていきます。あ、そうか。まあ、これはしゃあないな。まあ、全然相手も2点かな。そう、2点しか取れてないから、全然まだいける。まあ、それでも相手が先行取ってしまう。あ、でも私、配布だ持ってますね。まあ、手知って何？手知って何？あ、あ、自分の手札にエクゾディアが揃ったら、もうその段階で勝利なんだ。これが本当のエクゾディアだね。前回の動画は私、イノシカチョウでエクゾードフレームとかほざいてたけど、これが本当のエクゾディアですね。手知が揃ってしまいました。はい、しっかりと柳を回収していく。あー、取られたか。うわ、ちょっとね、菊がフィールドにあってほしいんだけど、ちょっとないので、相手が持っている場合も考えて、鈴木を回収していきます。そうだね。そしたら、まあ、安定の、単だね。単を回収していきましょう。うわ、出してほしいな。配布で相手持ったのかな？なんかそんな感じするね。OK、いいよいいよ。いい感じに単が集まっております。あとは、柳は、おっと、こっから出てきたか。うわー、相手に回収される可能性あるな。これ回収されたら参考で上がるやん。うへー。まあ、どうしようかな。何を出そうかな。これかな。多分相手持ってなさそう。回収すんなよ。OK、あー、べし。それは無理。山札から出てくるカードはさすがに推測できん。あ、終わったやん。うわー、さっきの参考が大きかったな。1点差でした。対戦ありがとうございました。お、当たりましたね。ハミちゃん、はみ出してるからハミちゃんなんかな。よろしくお願いします。デュエル、はい、先行取っていく。さあ、来い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 。ハイフだ、来てほしいわ。お、ハイフだ、来た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 。うわ、あ、オッケー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 。安定してますね。まずはハイフだ、しっかりと回収していく。まあ、そうだね。ちょっと桜もあるけど、これはしょうがない。相手がもし桜持ってたら、もうそれはしゃあない。もうそれは先行と後攻の関係なんで。オッケー、来たね、来たね。いやー、これね、いや、申し訳ないけど、ちょっと、速攻で終わらせていただきます。花見で一杯。あざす。いや、もうこれはね、上がるよ。言うてね、やっぱ、役を揃えるって、結構難しいんですよ。普通にカスだけで上がるとか、そういうことも、稀に、てか、よくあることなんで、こういう感じで、役が、バッチリと揃った時には、もうしっかりその時で上がった方がね、やっぱいいんですよ。んで、やっぱ、先行取っていくことが結構大事なんですよ、花札においては。最初ね、山札からこう出てフィールドに出されたカードを初手で回収できるっていうのはかなり大きいことなので、ここは、
どうしようかな。まあ、単が好きなんで単回収しましょう。赤単を取られてるけど。まあ、青単持ってるからね。これはワンチャンいけるんじゃない。ああ、赤単出たね。でも回収できんな。そうっすね。まあ、安定にこれ回収しますか。まあ、ワンチャンカスでもまあ全然いいでしょう。あ、参考も狙えるね。山札から出たりしたら。来た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 参考はい、オッケー。対戦ありがとうございました。いや、まだ終わってないな。ここで10点ですけど、10点取ってますけど、相手がね、逆転の一手をかましてくることがあるので、ここは油断せずに戦っていきましょう。そうだね。まあ、ここだね。やっぱ安定してますわ、ここは。ただ、ハイフだしかり、菊が、まあ、フィールドに1枚あるけど、まあ、相手は多分持ってないでしょ。まあ、まだわからんか。まだ持ってるかどうかわかんないけど、私は安定して、やっぱり、ターンを回収していく。いや、でも、はい、菊かハイフだ持ってたら、絶対、フィールドにあるターンね、回収すると思うから、多分持ってないと思う。ってことを考えると、赤単回収します。赤単は揃わんけど、もうここは、5枚、バッチリと揃えていきたいところ。OK、来た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 。あと1枚、あと1枚。青単か。フィールドから、いや、山札から出すしかない。デスティニードローだ。運命のデスティニードロー！来た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 ！面白すぎるんだけど。フィールドから、だから山札からデスティニードローだーつって出して、勝ちましたね。はい、大変ありがとうございました。オッケー。いや、わかってるよ、ハムちゃん。これじゃあ悔しくてもう一戦したい気持ちはすごくわかる。わかるよ、カイジ君。もう一戦しましょう。勝ってね、スーパードライのちっちゃいやつ、もらってください。キンキンに冷えたがるっていうのを言ってください。さあ、でも先手取られちゃったね。しっかりと柳取られていく。結構いいの取ってったね。まあ私もね、鶴持ってるんで、鶴はしっかり回収していきましょう。さあ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 。まあ、そうだね。やっぱ回収していくべきは、あ、くっそ、あ、いけるいけるいける。赤札、赤単か、赤単取っていきます。おっ！いいよ、あと1枚で赤単揃っていく。あ、しかも私持ってるやん。おっと、怖い怖い怖い。イノシカチョウワンチャン揃うぞって持ってたら私持ってたわ。ここはでも、やっぱ、相手は多分山札から来るとかそういう風にちょっと推測していると思うんで、ただ、これがね、これが、フィールドに出てこないと意味がないので、まあ、しっかりと私は、ターンをね、コツコツと、貯めていきの、やばいね、やばいね、相手、菊持ってたらやばいよ。持ってないよね、どっちも。持ってないね。やばい、これ、相手持ってるぞ。ワンチャンある。ワンチャンあるが、もう私は、しっかりと、来たねー。相手が持ってると思ったよ、てっきり。いいね、今回、引き運がすごくいいわ。めっちゃデスティニードローしてる。まあ、役は揃ってないんだけどね。ただ、しかし、ここで、しっかり、かましていく。赤単揃えていく。単も揃えていく。これめちゃくちゃ点数高いんじゃない？はい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 。来た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  !16 点これで、あ、てかこれ、あれだな。さっきの青単回収できたな。まああまり危険な行為するのはやめよう。まあでもさっきの場面だったらいけたかな。まあ無理にさ、最初からぶっ飛ばしていくのも良くないから。まずは様子を見ていく。ここが大事。それにしても、私、ターンいっぱい持ってるね。あ、でも相手もしっかり回収してますね。そうだね。まあ、回収するか。しかも、菊も2枚持ってるんで、これはもうね、デスティニードローして、もうフィールドに、ハイフだをね、引き寄せますよ。私のデスティニードローで。どっちで行こうか。こっちかな。オッケー、なんだかんだカスはめちゃくちゃ集まってる。あと3枚で揃うわ。はいはい、相手もしっかり揃えていきますね。そんで、ここで私が亡くなったね。そしたら相手も、蝶を出しちゃってるんで、バラでいいでしょ？バラでね、ボタンか。お、来た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 。
はい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 。これはしっかりと回収しますよ。相手に取られるのも良くないんで。切りか。回収する？しないね。あーと、とととと、これね、やっぱ相手が持ってる可能性もあるから、しっかり回収しなきゃいけない。あっ。あ、勝つか。うわー、これはちょっと恋恋、いや、恋恋しよう。多分相手ね、すぐに揃わん。だって全然揃ってないもん。来た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 。まあまあまあ、言うて、カスが揃っただけ、あ、ん？ターンは揃ってないか、カスだけだね。オッケーオッケー。2点でも大きい。1点プラスで稼げたのは全然大きいからね。さあ、このままリードして勝っていきたい。相手に、とにかくこの場合だとターンを相手に取らせるのは一番良くないね。だから、まあ、とは言っても参考とか、やられるのも悪いんだけどね。ハイフだあるやん。ハイフだあるやん。ちょっとそれは良くないけど、これしかできないな。まあ、切りでいいや。切りでいいやは良くないな。あー、やっぱ回収するよな。そこはしゃあない。こっからできることは、タンだな。柳行こうかなと思ったけど、やっぱタンだね。タンをまず回収していかなきゃ、相手に取られる、ほらね、回収される可能性があるから、しっかりとタンを先にね、回収していきたいところ。柳。いや、ここはね、やっぱイノシカチョウもワンチャンあるから、そう、イノシカチョウも地味に怖いんですよ。点数高いから。はい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 。桜がなくなったね。んで、ススキ私持ってるからね。これ相手仮に持ってるとしたら、あと1枚を山札から引き当てるしかなくなってしまうので、これでいいと思います。はい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 。逃げ切りましょう、このまま。カスで。カスかな？でも6枚。あと、揃えていければ。いい感じ。もしくは、流そう。うん。なんかどっちもあんまり揃ってないから、このまま流してしまうのが一番いいかもしれない。ね。いや、怖いんだよな。やっぱススキ出したくない。来た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 。いいよ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 。このまま流そう。流せれる？あ！揃ったね。だからこれは恋恋するしかないんですよ。わかってます。やばいな。これやばいな。これ相手、ススキの、月持ってたら私負け。いや、負けではないけど、何点になるんだろう。こっちだね。持ってる？あ、そっち？めっちゃ傘集まってるやん。そっちだったか。まあ、そっちの可能性もあるよね。確かに。でも5点だね。いや、よかった。これさ、蝶が待ってる方の、あ、蝶じゃない、鳥か。鳥が待ってる方の、続き出しとったら、多分もうちょっと点差離れとったかもしれない。よし、大さんありがとうございました。今日はこんな感じで終わります。バイバイ。